参、椎茸、鶏肉、めっちゃ入ってますよ。切れてるので包丁は使わなくていいです。おせちじゃなくてもちょっと買っちゃいそう。こんにちは、ママライフチャンネルです。はるです。今日は木も包丁も使わずにコンビニ食材だけでおせち風のワンプレートを作っていこうと思います。今回はファミマとセブンの商品を使ってやっていこうと思います。じゃあセブンの購入品ですね。まずこれはもうおせちに欠かせない黒豆2パック入ってます。これ食べたんですけど結構美味しかったです。おせちじゃなくてもちょっと買っちゃいそうかなと思います。続いてちょっと伊達巻きがなかったのでだし巻き卵をちょっと使っていこうと思います。これも切れてるので包丁は使わなくていいです。次サバの塩焼き、ブリとかないのでちょっとサバで代用しようと思います。じゃあ次に、ファミマの商品を紹介したいと思います。これは欠かせない筑前煮。これ何がいいってですね、このまま電子レンジで温めれるんですよ。ちょっとそこを広げてこのままレンジに立てて500ワットで1分40秒加熱するだけでできます。これ実際食べたんですけどすごい出汁も効いてて味も染みてて美味しかったです。次タケノコ土佐煮です。これもね結構味染みてて美味しかったですよ。これちょっとごぼうとかがちょっとなかったんでこれを代用してます。ローソンにはごぼうとこんにゃくっていうのがありました。次ローストビーフ、これめっちゃ良くないですか。しかもちゃんと切れてるんですよ。これもね入れていきたいと思います。そしてゆず大根、甘口大根、ナマスをちょっと代用しようと思います。白と黄色があるので色とりどりでいいかなと思ってちょっとこちらを買ってみました。以上7点を使ってやっていきたいと思います。で今回はもう調理するとしたらこの筑前煮とサバをレンジでチンするだけ、あとは何も使いません。じゃあちょっとこれだけチンしますね。はい、こういう100円ショップにもおかずカップとか小鉢とか結構売ってるのでこの辺を使ってやっていきます。こういうね竹の入れ物とかもこれちょっと元々家にあったやつなんですけど100円ショップとかにも売ってます。あとこういう飾りですね、こういうのも売ってるのでこれも使っていこうと思います。じゃあ盛り付けていきますね。ちょっと配置を考えながら、じゃあまずだし巻き卵、皆さんはおせち作りますか？我が家は毎年一応作ってはいるんですけどね、結構おせち作るってハードルが高いじゃないですか。いつも祖母と母と一緒に作ってたんですけどね、コロナでやっぱなかなか実家に帰れなかったりするじゃないですか。なのでちょっとおせち作るのはできないし、でも実家には行けないしっていう時にこうやってちょっとおせちの感じを味わうだけでもいいんじゃないかなと思いまして、ちょっとやってみます。筑前煮、れんこんとこんにゃくとたけのこ、ごぼう、にんじん、しいたけ、鶏肉、めっちゃ入ってますよ。黒豆はここに入れちゃいましょう。黒豆美味しいですよね。私はちなみに黒豆と栗きんとんが一番好きです。どうでもいい情報ですさあこの土佐煮も入れていきますよ。これなんか季節限定らしいです。これは白と黄色を交互にして、結構大根が分厚い、でも包丁使わないって言った。でかいこんな感じでのせて、はい、おせち風ワンプレート完成です。ローストビーフ、だし巻き卵、筑前煮、ゆず大根、たけのこ土佐煮、黒豆とお魚、サバの塩焼きです。あとはちょっとこの辺の飾りを足して本当にレンジでチンして盛っただけです。
はい、ということでコンビニ食材を使っておせち風のワンプレートを作ってみました。材料費はですね、計算したら1500円以内でこんな感じでできるので、もしおせちを作るのが大変という方とか、一人暮らしで行けれないっていう方とか、ちょっとスーパー遠いなとかという方におすすめだと思うので、よかったらやってみてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。それではまた次回もお楽しみに。バイバイ。